ということで4階にやってきました。ここは結構中古商品とかが置いてあるらしくって、激レア商品が見つかるかもしれません。じゃあちょっとこっちから見ていこうか。はい、行きましょう。すごいいっぱいありますけど、個別で売ってありますね。あ、そういうことか。そうだね、うちらさっきつなげたもんね。そう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 、1個部分がね売ってますけど、すごい。あ、結構お値段もリスナーで、あれ物によって違うね。やっぱね、レアなものは高いんじゃない。そうね、だって、ね、そう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 、ね、ここそうね、1個だもんね。アウトレット商品、アウトレットって言葉が大好きなの。わかるわ。やっぱおもちゃにちょっと手を伸ばすのが、ね、いいね。すごい、かわいい、ね、かわいい。さっき乗せてやったやつだ。こうやって売ってるものでできてんだね。そうだ ね, ね, ね、そうなんだ。お家でも作れるってことだって、もこれとかさ、すごいね。畑作ってる畑に行ってすごい、すごい家だね。すごい家っぽいとこに走らせられる、ね、そう、田舎、田舎風なの。いいね、いいね。作れるんだよ、すごいね。あ、本も結構鉄道に関する本も売ってますけど、私ね、愛知に行きたいんですよ。みんなで電車に乗って、いいです、え、みんなで愛知に行きたくて、ここでさ、一冊ちょっとなんかちょっとさ、愛知に行ける本ないのかな。結構旅旅多いよね。あ、東海だから、東海、そう、あ、名古屋って書いてあるよ。行きたい、これじゃ、ちょっと見てもいい、ちょっと見たいの。どうぞ、お姉さん。いいですか、すごい、あい、つまぶし、つまぶしね。まあまあまあね、いいじゃん、いいじゃん。すごい、ちょっと乗ってます、こんな感じで。じゃあですか、見えます、すごいね。行きたい、行きたい、楽しそうね。綺麗じゃない、景色も。楽しそう、こういうの乗ってみたいの。行きたいね。愛知行きたくない、電車で。行きたいわ。撮る、撮るじゃないですか。これはいいですね。いいですよね、これはいいね。そう、すごい、そういうのも見れるんだ。そう、いいよね。こんないっぱいあるんだね、本も。すごいすごいね、いっぱいあるね。東京の電車、いい、うちらっぽい。学べる、私たちが学べるわ、ね、これでパン粉学ばない、全部ひらがなでこんなのあれだわ、あのね、何、親戚が持ってた、持ってた、で、ちょっと借りて、はい、そうだね、うかなこれさ、鉄道模型コンテストって、え、私よく聞きますよ。え、そうなの、すごい、うわ、なんか歴代でこれのイベントに出てた。え、あれ違ったかな、待って、すごい、こんなのもあるんだ、すごい、ね、楽しそう。そうね、学生、これはすごい、みんなで愛知行こう、うん、愛知行こう、行こう、愛知行きたい、愛知行きたいんだ。ちょっと、どうした、なんかいいのがある気がするんだよね。なんかどういうこと、どういうこと、何か気になるもの、こっちからなんかある気がするんだよね。かん女の勘あるね、これ。行ってみちゃう、行ってみちゃいましょうかね。なんかもう引っ張られる、なんか、あ、鉄だ、見つけちゃったね。ついに、ね、ついにここに来て、4階に来て、ついに見つけちゃった。すごい、え、カード付きじゃん、青葉ちゃん、超かわいい。下にもある、ね、めっちゃいっぱいあるよ、パンコちゃん。あららららららら、あらら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 、いっぱいありますよって、かわいい。楽しそうだよ、楽しそうだね、普通に生き生きしてるね、なんかパンコちゃん来てるね、本当は一番生き生きしてるね、なんかあると思ったもん。最高、ついに巡り合えた、嬉しい、よかった、よかった。いや、次もいいよ、どういうこと、次、いや、私がちょっと楽しそうだから、ちょっとね、胸がいっぱいかな、ちょっと私はね、ちょっとね、私は鍵つけたのがあるんですよね。あ、鍵つけ、いいですか、めちゃめちゃ激レア商品だと思うんですよ、これは。本当だ、だってもうケース入って、希少価値高めな、すごいね。あ、気になる、これはちょっと激レア商品をこっちに入れてあるんじゃないですか。高級品、気になっちゃった。そう、値段が違うのよ、もうさっき見たのと。そうなの、そうなの、すごいのよ、そうなの、48,000円、もう倍ですよ。次来た時は売れてしまうと思う。銀行からお金を下ろしてくれる方、おろしちゃう、おろしてきちゃおうかな。パン粉おろしてもちょっと足りないかもしれない。だって普段は私もこれのあれ半分ぐらいの値段で売ってるんですよ。そう、そうなんですよ、すごいじゃん、そうなの、もう倍ぐらいになってて、倍って、
うん、あんま出回ってないみたいです、ね、そうだね。こっちも中身見てみたくね、こうどうなってるのか。見れんの？任しといてください。任して。なんとお店のご厚意で、本当はダメなんだけど、ね、開けていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。中身を見てみましょう。そうですね、いきます。はい、じゃーん。これさっきやったじゃん。うちらが連結連結言うて頑張った。言うて頑張った。これこんな感じ。すごい。綺麗。これがね、自分の手元に入るわけですね。これは成田エクスプレスですね。すごい。こんな感じで多分ここにあるのは全部入ってるのかな。こういう感じだね。すごい。これはこれ自分のものになるって思ったらワクワクするよね。ワク。そうだね。うちらはさっきレンタルしたけどさ、自分のものを走らせたりもできるもんね。これをだから持ってくるってことかな。そう、レンタルしてあっちで走らせることもできるみたいな。これこうやって持ってくるってこと。え、ちょっと優越感じゃない。すごくない？かっこいいね。私の走ってるみたいになるよね。そうなるんだよ。いいね。すごい。こんな感じらしいですよ。いいね。かっこいい。こんな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうのが嬉しい。こんな感じ。わかりやすいですね。いいね。すごい。すごい。こんな感じ。4回はこんな感じでした。